こんにちは、フォーシーズンデザインラボ代表の山下です。今日はあの第1回目の投稿になりますが、これから自社ブランドの商品紹介をメインに、季節柄、特におすすめの商品やサービスを実際に使ってみながら詳しく動画でご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、最初に、ね、ご紹介したいのは、こちらの、ライトフィルムジャケットです。こちらは、ね、ポリエステル 100% の素材に、まあ、格子状にナイロン繊維を編み込んだ、リップストップ生地を採用しています。メリットは、濡れても、ね、重くなりにくく、軽量で持ち運びがしやすい、まあ、リングウェアにはうってつけの、素材となっています。さらに、ね、これ破れ、ほつれに強く耐久性も高いことが特徴です。裏地には耐水や鉄板ミリのフィルム加工を施していますので、もちろん雨の侵入も防ぎ、縫い目にはこのような感じできちんとシームテープは貼ってあります。これで針穴からの水の侵入もシャットアウトして完全防水です。はい、ではちょうど今日はねすごい雨なんで、これから外に出て実際にこれ使ってみて検証したいと思います。じゃあカメラマンの長尾くん、行くよ。はい、すごいよ、今日風も強いんで。さあ、歩くよ、ついてきてね。そう考えると結構歩きましたね。歩こうとね。歩いやいやいや。フィッカルなんで。これ電源入ってませんみたいな。いや、ちゃんと入ってます、入ってます。もう一回行くと思う。いや、それが本当にたまにあるんで怖い。はい、じゃあ。願いも通りましたけれども、歩いてきました。早速脱いでみたいと思います。まあレインウェアなんで当然中の服が濡れてないと思いますけども、じゃあ、結構強い風と雨でした。わかりやすいようにちょっとグレーのシャツを着てきましたけれども、こちらも自社ブランドですけども、さてどうでしょうか。濡れてないですね。じゃあとりあえず良かったです。結果が真っ白です。では、ここでちょっとこのジャケットのですね、おすすめポイントをちょっとご紹介したいと思います。それはですね、こちらのこのフードなんですけども、めちゃめちゃ簡単に、こうきちっとこう顔にですねフィットするアジャスター機能が、ついています。これ通常であれば、まあ、この状態なんですけども、当然こう後ろを振り向いた時にこう視界が遮られちゃうんですよね。まあ、これだと自転車とか乗ってる時に、まあ、後ろから来る車がちょっと見づらくて危ないので、こちらのジャケットのこの部分ですね、ワンアクションでこのドローコードを引っ張ってもらうと、こういう感じできちっと顔にフィットして、ちゃんと首を後ろに振り向いても視界を遮らず、後ろを確認することができます。でこの機能は購入されたお客さんから、まあ、すごく評価されてて、まあ、このジャケットの特徴の一つにもなってます。はい、ね、あと逆にですね、これ収納できるポケットが、ね、内側についてるんですけども、お客さんからもちょっと全然収納しづらいっていう、ね、指摘もあるんですよ。ちょっと私やってみますので、こんな風に簡単にまずは、入れてみてください。まあ、今これ濡れちゃってるんで、いきなりこう
畳んで収納するっていうのは抵抗あると思うんですけども、まずはちょっとその場しのぎでもいいので、簡単に、まあ、玄関とかでこの水をパーンとこう取りますと。でここからが、こちらですね、ここにポケットついてます、背中に。このマジックテープを開くと、これ自体がもうパッカブルの収納袋になっているので、こう裏返しにしていいですか、ここからですよ、ここから。じゃあストップウォッチいいですか、はい、入れます。もうそのままもうぐしゃーっと、もちろんね、後からきれいにきちんと乾かしてから畳んでいただきたいんですけども、とりあえず入っていきました。こんな感じです。で、あとは十分お家に帰って乾かしてから、畳んでみてください。その畳み方はまた別にご紹介しますので、こちらをチェックしてください。はい、本当に今日はね、すごい風と雨で、このディライトの、フィルムジャケットを、試すことができてよかったです。こちらの商品は概要欄にも、出てますので、ぜひチェックしてみてください。それでは今日はこの辺で、また次回の投稿をお楽しみに。ありがとうございました。